皆さんこんにちは、マニアです。ということで今回は2022年8月29日に公開された情報をもとに話していこうと思います。では行きましょう。先週22日、青山剛昌先生は自身の動物の森にて、来年2023年のコナー映画登場キャラに新たにキャンティを追加されました。やはり黒の組織の構成を考えると必要不可欠なキャラだと言えるでしょう。そしてここまでに公表されている来年2023年のコナー映画の登場キャラをまとめると、江戸川コナン、灰原愛、赤井秀一、白鳥忍三郎、毛利蘭、赤狭博士、ジン、ベルモット、バーボン、ウォッカ、キー、キャンティ、こちらの12名のメンバーになります。そして昨日29日、青山先生が動物の森にて公表した人物、それは佐藤美和子でした。この段階での佐藤刑事公表はツイッターのトレンドに乗るほど想定外の人物だったと言えるでしょう。ということでここからは佐藤刑事についての基本情報を振り返るとともに、今後の公表キャラについて考察していければと思います。映画ハロウィンの花嫁ではヒロインを飾り、大事なものを守り抜くため日々戦い続ける超かっこいい女刑事。そんな佐藤刑事と黒の組織との距離感は近からず遠からずといったところでしょう。第13作漆黒のチェイサーにて、ある連続殺害事件の調査を行っていた佐藤刑事と高木刑事でしたが、その道中キャンティとコルンの狙撃により妨害を受けます。また被害者の部屋を捜索した際、ジンによって2度踏まれた絵の具の跡を見た佐藤刑事はなんとなく違和感を感じています。第20作純黒のナイトメアでも同様、キュラソーを含め隠されている何かに疑問を持っています。黒の組織について何か知り得ているわけではありませんが、明らかに佐藤刑事のみが何者かの気配を感じ取っているように見えます。果たしてこれが何かのヒントになっているのか、佐藤刑事の映画での活躍に期待です。幾度となく予想をことごとく超えてくる青山先生の熱盛部屋ですが、個人的に今気になっているのはここまでの公表キャラたちの共通点です。おそらく黒の組織のメンバー構成、人数に合わせコナン君側のメンバーを組んだと考えるのが妥当でしょう。また公表キャラの順番配置はランダムではなく、あらかじめ確定してから公表しているはずです。つまり何か共通点があるとしたら、コナン君側のキャラ構成と配置から読み取るしかないということです。例えばこれが映画内で主に行動を共にするメンバーで、このように区切られている可能性や、すでにイメージしてある映画のティザやサンデーの表紙を元にあつ森で公表しているなど考えることはできそうです。それにしても白鳥警部や佐藤刑事の公表には違和感を感じてしまいます。個人的な最終あつ森配置はこのようになると予想しておきますが、コナン君側のラストキャラが誰になるのかは全然つかめそうにないですね。意外なキャラになるのか、それとも定番キャラに落ち着くのか、何か仕掛けがあるのか、依然としておそらく次がコナン君側のラストキャラ公表になると思いますので、期待して待つことにしましょう。ということで今回は来年2023年のコナン映画について新情報をご紹介しました。2作連続での佐藤刑事登場は個人的にもかなり嬉しいところです。さて残り公表キャラもあと少しといったところでしょう。どんな展開が僕たちを待ち受けているのか非常に楽しみですね。ぜひ来年の映画については皆さんの考察、動画についての感想など教えてください。また別動画で最新話についての考察や来年のコナン映画のタイトルなども予想していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。